タバコプランテーションピナール・デル・リオは、キューバの都市。人口19万532人。キューバ最西部に位置し、ピナール・デル・リオ州の州都である。この町の住民は、ピンリーノスと呼ばれる。ピナール・デル・リオは、タバコ農園地帯の中心に位置しており、多くのタバコ工場がある、タバコの町である。この町は特に葉巻によって知られている。ピナール・デル・リオ大学がある。ピナール・デル・リオは、スペイン人によって設立された、キューバの最後の主要都市の一つであった。この町及び州は、マニラガレオンによって大量に流入してきたフィリピン人の入植地として作られたため、ヌエバ・フィリピーナの名で建設された。彼らはこの土地にタマリンドやカユをもたらした。チーノス・マニラとして知られる、この人々は、フィリピンの北イロコス州、南イロコス州、タルラック州、カガヤン州などの出身であり、現在ではタバカレラなどで知られるフィリピンのタバコプランテーションの労働者だった。世界的に有名なラフロールで、イサベラ葉巻は当初フィリピンで作られていたが、生産の中心をキューバにシフトさせ、これによってピナール・デル・リオは世界有数のタバコ産地となった。1774年にヌエバ・フィリピーナはピナール・デル・リオと改称された。ありがとうございます。